タービターは、イギリス海軍の護衛空母。その前身セント・サイモンは、アメリカ海軍の護衛空母。防具急航空母艦の一隻。セント・サイモンは、海事委任契約の元ワシントン州タコマの、シアトルタコマ造船所で1943年4月26日に、寄港する。1943年7月15日に区、区部マイス51に、艦手変更され。 1943年9月9日に RH ルイス少将夫人によって浸水する。オレゴン州ポートランドのコマーシャル鉄工所で偽装が行われ、1943年12月31日にレンドリースポーに基づきイギリス海軍へ引き渡され、アービターとして収益する。アービターは最初ウェスタンアプローチ管区に配属され、 米英間での航空機輸送に従事した。1945年になると太平洋艦隊に配属され、そこでも航空機運搬任務に従事した。戦争終結後は香港から元捕虜をオーストラリアとイギリスへ運んだ。イギリス帰還後、ロッサイス艦区に配属された。アービターは1946年2月23日にバージニア州ノーフォークに到着。 3月3日にアメリカ海軍へ返還された。1946年4月12日に除籍され、1947年1月30日に商船へ改装のためニューポートニューズ造船所に売却された。貨物船に回収された艦はコラソロと改名され、その後1965年にプレジデントマカペガルに改名。 1972年には、ラッキー2と改名され、同年台湾の高雄市で、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。